くれましたよ。閲覧280に増えてます。まあ、でも桑原の名言で、ね、うん、あるんですよ。でもそのまま反映されるわけじゃないからね。筋通して勝つんじゃね、勝つからかっこいい。そんなにツイッターで何拡散するほど焦っちゃってんすか。たかがリスワン1万欲しさにそんなに張り付くほど価値があるものなんですか。あなた散々リスワンのシステムディスってたくせにね。今から川リスワン取りたいとか随分調子がいいですね。今から矛盾してるよあなたの発言。あなたリスワンとか中抜き企業だってふわっちディスってたくせにふわっちに来ちゃってるじゃないですか。熊谷のデリで有名、熊谷来てんですか、うん、なんで下っちゃってんだよ。大宮の方が近いんじゃないの。ああ、ある意味かっこいいけど、ワッチディスるくせにリスワンに必死なカッパ。そうですね、なんでここまで粘着してくんの。いや諦めろって、俺に取らせろよ。今日はさ、遠慮ってものがねえよな。俺はちゃんと遠慮して一回、うん、6時半の段階でコメントして今日は関さんにリスワン譲りますねって言いましたよ。ややこしい。それなのにこの人大人じゃないね。ないちいち自分の欲しかないじゃん。ったんですけど、すいませんね、わざわざ。自分の欲しかないじゃないですか。リスナーのことなんだと思ってんですか。そんなたまたまただの金ですか。よくさ主張する気になるわな。俺だったら絶対見に行かないね。中抜きとか言っちゃって放送ねフワチでやりまくってるっていうね、矛盾ね。あ、いやそれがさ花火が上がってる神経が分かんねえわ、うん、俺かっこいいさの神経がマジで分かんないわ。アンチ増えました。なんでそんなに花火上がった今日。自分中心だね随分。まあ正直今日は結果見てもちろんね勝てたら嬉しいけれども、まあ負けたとしても俺は悔いはないですよ。みんながここまでね見てくれてるから、俺は別に焦ってもなければ、また後日リスワン取れる実力もあるんで、一人で十分取れるんでね。彼は何日間もかけてリスワン狙ってるようだよね。この間 JK にも負けてさ、で今度鮫島さんにも負けて、今度俺にも負けんのか。もう諦めろってセンスねえんだから。あ、これウーロン茶です。ウーロン茶今日ケン君リスワン取れそう。みんなの力ですよ。みんなの力があれば取れますよ。はい、あしじみさんバーガーあーざまーす。マジっすか、うん、あずんこさんバーガーあーざまーす。あー、俺に負けるのが一番効く。そうだな、ふわっちでしか有名じゃないからな。あー、カリナさんバーガーありがとうございます。ニコ生でもツイキャスでも知名度はそんなないしね。てか全然ないからね。本当に、うん、5日間リスワン取れなかったらさすがの俺も5日間はないな、うん、さすがの俺も5日間はないわ。マシュマロさんあとあーざまーす。まゆさんパフェ今日は来てないですけど、あーざまーす。ありがとう。もう4日前ぐらいかな、4日前ぐらい。これが著作権侵害に該当するらしいですよ、上、うん、さ ん, なんか、ね、このあーざまーすって言ってる部分が通報対象になるそうです。でこう彼の雪かきみたいなのを小さい小さいおつむから考え出したことが虚偽通報というね、のとこにこう雪が非常に浅い考えで通報者自分の私利私欲自分の感情論で僕のことを通報するそうです。感情論でなんと通報するそうです。素晴らしいですね。合理的でもなければ論理的でもありません。ただ自分がムカつくっていう態度で、ムカつくという気持ちだけで俺のことを通報するそうですよ。さすがですよ、ニコ生何年やってんすか。そんなメンタルで勘弁してくださいよ社長。で関社長、慎吾社長みたいな、何それ。はじめ社長と何同格と思ってんのかそれ。この部屋さ、リスペクトしてんのかな。あれがない、こたつとかもないから。慎吾社長って自分それ何。今日寒いじゃないですか。いけちゃってると思っちゃってる。暖房が全然効かないです俺の部屋。もうそういうとこだよね、うん、人の真似しかできないとこね。あ、マシュマロさん、ハートあーざまーす、うん、あ連続でソラちゃんハート何飲んでるの。これウーロン茶っす。普通のサンタリーウーロン茶。もうフルボッコじゃん。もう席のライフゼロじゃん。席も買ってないっす。もう席のライフゼロなんだけど大丈夫。いや
これ以上言ったらマネじゃないの。あ、さん、これ本物かな。これ本物っぽいな。死体蹴りと一緒じゃん。大丈夫か。あ、本物ですね、これはね、多分。相手にもさ、またさっき別にさっきの人偽物だったわけじゃないんだ。本当だよ、ね。たまたま被っただけですね。あ、マネさん、マネしまさん、あと、あ、どうもーす。いや、セクシーから来ましたよ。中岸のソラちゃん連続で、あと、あ、どうもーす。あーさいやー面白いね、うん、いやー俺はね人をムカつかせる天才だからね。煽りに関してはそこら辺の話じゃよりうまいよ。あ、まあ一応あのクソくだらね喧嘩トスとかも長くやってたからさ、うん、あ、うん、まあそういうのもあってな、口だけうまいよ。ちょっとことは嫌いだけど吉江さんの好きです。大切ですね。あ、マジっすか。あーさますがシンクロちゃんそうなんだ、すごいね。あ、ぼうちさん、うん、パフェ、あーどうもーす。マジっすか、ありがたい。コーラって炭酸抜けると、いや、ほんとありがたい。まずいっすね、ほんとね。それ俺マジマさん、連続でハート、ね、3連続で、4連続で、あ、炭酸抜けだけはちっちゃい缶で買った方が美味しい、ね。あ、クルーさんもバーガー。あ、連続で。マシュマさんも連続で。連続で。あーだまーす。高くはなりますけどね。そのあれなんですよ。こう結局昔から言ってんすけどね。関さん面白いよね。肉とかも、ね、焼肉のなんか普通の。ここまでアンチが多いのにさ、よく放送してるからな。そしたら同じ肉だけど特上の方が美味しいから。やっぱ小じき魂だけは天下一品ですわな。払うわけじゃないですか。その金額の差って結構でかい。普通の波のマージすか、ズンコさん。マージすか。比べたらカツンさんもマージすか。美味しいから、ね、特上の高い人もいるわけ。それだったらコーラのね、気が抜けたコーラと炭酸がモリモリのコーラと連続でマージすか。カツンさんマージすか。あーだまーす。普通の焼肉の波だったら普通の焼肉の波でも美味しいんですよ。で特上だったらすごい美味しいかもしれないけど。美味しいとすごい美味しいの差でそこまで値段の開きがあるね。俺がテンション、ね、このテンションでやるのは俺今日だけだからね。炭酸の気の抜けたコーラは普段一言も喋んないですよ俺。炭酸のがすげえ今日はテンション高いよ。その ま, いから、ね、まずいとうまいのその間、ね、そまずいとうまいっていうそんな差の開きがある。今日このテンション見れるの。そんなあの今日特別ですよ。値段の差はないじゃないですか。あのでっかいのと小さいの買った時の容量の値段と、その波の肉と特上の肉のほど差が値段の差がなくて、しかもうまさの違いもそのコーラの方が多分差があるから、そう考えたら絶対に小さいね、缶の小さいパン粉にお前と違って遊びでやってんじゃねえよって言ってた社長。最後まで炭酸その結果が小じき業だろ。抜けないで最後までその結果が小じき業だろ。だからでっかいペットボトルとかは何がみんなで一気に飲めるんだったらいいんだけど、どこら辺の何企業の何絶対炭酸後半抜けるから、でっかいペットボトルだけは絶対買わない方がいい。やってんの経営。え、わかんないですか。計画書とか出してんのか、ちゃんと。わかんない。大丈夫、自分が社長なんでしょう。本当にやってるか不安ね、不信感も募るよな。これだけっすか。結構ニコ生でね、昔から言ってんすけど。いやー、よくそんなさ、わかんない、マジで。ノープランで会社作るよねっていう。僕頭おかしいんですかね。よくさ、そんなにね、資本金とかもどうなん、うん、ちゃんとあんのか本当に。いやや、っぱ勢いで作っちゃって怖いね、後先考えず、うん、親が苦労するわな本当。だから親がかわいそうだよね。電話線抜いてる。いや、もう最低じゃん。あ、もう基本中の基本の部分をシャットダウンしてる時点でな。来てくれた方か、どうもどうも、ミカエルさん。30万でできるんだ、うん、へえ。まあできるか。コーラ好きじゃん。競馬で溶かして吉江からサイド、もうかわいそうで仕方ないね。コカコーラ溶かした。いや、コカコーラっすね。コカコーラ。ペーパーカンパニー設立に囲いから100万円以上振り込んでもらった。ペプシコーラがすげえハマった時期あるけど。100万円以上振り込んだ。やっぱね、コカコーラがいいかなって今はなってる。まあ、どっちも美味しいっすけど。その囲いさんはいろんな事実を知っての上でのあれ出資。そうだとしたらちょっと相当残念な方だなと思うな。親が足が悪くてトイレ間に合わないのを放送で流す。いや、それはひどいね。うん。それはひどい。それひどすぎるわ。いやー。20万のヒカキンカメラ何回使った？何それ買ったんだ？アンチはあるのが趣味農家で。